チャンネルカッカリンポイント解説今回のワンポイント解説お楽しみいただけたんでしたらいいねチャンネル登録もよろしくお願いします令和4年3月4日のテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーにて同局社員のの玉川ささんの発言がネットで今注目されておりますそれはウクライナの人に降伏しろこれが今必死に戦っているウクライナの人に対して向ける言葉なのかという批判の声が上がっているんです 同じく、プロコメンテーターとしてご活躍の橋本徹さんも、ウクライナの人たちは逃げてくださいと、戦わず逃げろというメッセージを繰り返し発信し、これもまたネット上で話題となっております。今回はこれらの降伏しろ、あるいは逃げろという発言についてのワンポイント解説。彼らの発言に、公共の電波でなんてことを言うんだ、彼らに発言させるな、なんていう声もあります。しかし私は、 言論の自由を守る立場から発言させるなということには反対です。もちろん彼らの主張するところに私は同意など一切しません。とりわけテレビ局の社員さんは命が何より大切だとおっしゃいます。そういう考え方があってもいいです。しかし私は命も大切ですが命よりも大切なものがあると信じている派です。そしてそれぞれの個人個人の思想心情はそれぞれ自由で結構です。 ただ、国際的に見たときに、早々に国を放棄して逃げ出したらどうなるか。日本では菅前総理大臣が、自助、共助、公助を掲げたときに、ニュースやワイドショーなどなどが盛大に批判しました。しかし、世界という大きな枠組みになったときに、自助、共助が当たり前で、公助はもらえたらラッキーぐらいの話です。 なぜなら世界には世界を統括する世界政府とかっていうものはないからです。漫画20世紀少年の中に出てくるような世界政府というものは現実にはないんです。するとそれぞれの国に求められる第一は自助。自分の国のことは自分でやる。そして同盟関係を筆頭とした共助。お互い様で助け合う。これらが優先されるのは当たり前の話なんです。 それでは、テレビ局社員、プロコメンテーターのお二方がおっしゃるように、ウクライナの人たちが逃げ出した時に、あるいは降参した時にどうなるか。ウクライナから離れた人たちは、今ならば難民として、いろいろなところの国が引き受けてくれると思われます。我が日本ももちろん、大歓迎という言葉が適切ではないと思いますが、少なくとも、安心と安全を提供することはできると考えます。そしてこれは、幸福の時も同じくなんですが、 ロシアに対して国を明け渡すということ。この選択をウクライナがしたときに、世界中の人たちは、ウクライナがその決断をしたと考えるんです。なぜならば、それぞれの国はそれぞれが独立し、それぞれの主権があるからです。言うなれば、占領されること、併合されることを選んだということになるんです。それが実際には侵略されたものであっても、ウクライナの国として、 決めてしまえば、それが公式な決定になるんです。反対に犠牲者を極力出さないというのがベストソリューションではありますが、しかし、ウクライナの人たちがウクライナを守るために、しかと発言し行動を取ること。これは世界中のそれぞれの主権を持つ国ならば、これまた当たり前のことなんです。天は自ら助くるものを助くと言います。そして、その過酷な現実に立ち向かっているからこそ、 周りの人たちも助けることができるんです。逆のことを考えたらわかりやすい話です。ああ、もう侵略されてもいいですよという態度の国がどこかにあって、それをわざわざ周りが助けることはありえません。余計なおせっかいですし、いらぬ怪我をしてしまうからです。ぶっちゃけて言えば当たり前のことなんです。 だから私はテレビ局職員、弁護士の資格を持つプロコメンテーターが何を話されてもどうぞご自由にという立場ながら、今彼らにいろいろな指摘が言っていること、その指摘の方に同意をする。ただし一方で言論の自由は守らなければならないんじゃないかなかなというワンポイント解説でした。ワンポイント解説につきワンコのコーナーはありません。 次回のワンポイント解説レギュラー放送突然始まるライブ配信などなどでお目にかかれればと思います。バイバイイ。